豊島岡女子学園中学校、高等学校は、東京都豊島区東池袋一丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立女子中学校、高等学校。高等学校において、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から進学した外部進学生徒との間で、3年生でクラスが混合する併設型中高一貫校である。 高校から入学する生徒募集については2021年度までで、2022年度からは完全中高一貫校となる予定である。1892年5月1日、河村常と二人の娘が東京府東京市牛込区下宮美町に東京女子裁法専門学校を設立。1898年に校舎を牛込区新大川町に移転。 1904年に東京家政女学校と改称。1924年に牛米区弁天町において牛米高等女学校を開校する。しかし東京大空襲で牛米の校舎が全焼し、1947年に現在地へ移転。豊島岡女子学園と校名変更して今日に至る。女子校で東大合格者数を 近年20名前後出すなど、女子を三夜に引けを取らない、合格実績を出し、女子信号3夜の一つに数えられている。2021年度まで高校からも、生徒募集をする数少ない難関女子校であるが、2022年度より高校募集を停止し、完全中高一貫校となる予定である。年間授業料は、およそ40万円と、都内の私立中学、 高校の中で比較的安い方である。寄付金制度がない。試験の時以外は毎朝5分間の運賃がある。日本経済新聞ストックリーグ部門賞受賞やコーラス部の全日本合唱コンクールや NHK 全国学校音楽コンクールにおける全国大会出場など生徒の自主性も高い。第4代校長、日記健造が教育方針として 三項目を示した。長さ1メートル程度の細長い白晒しも綿布を二つ折りにした窓どめしない赤い糸でひたすら運針し最後まで行ったら引き抜くというもの。その理念は無心になる基礎の大切さを知る努力の積み重ねの大切さを知る特技を持つ実際に大学受験の試験場で自らを落ち着かせるため運針をした卒業生がいるとの逸話もある。 大正時代の初めに作られた模様で、創立に関わる、人々の紋章である柏と梅に鳩をあしらっている。柏は邪気を払う神木、梅は、香文器と称され、鳩は、八幡神の、お使い、今は平和のシンボルとして親しまれている。夏冬ともに、基本デザインが、同じ伝統的なデザインのセーラー服。夏は、上着の色が白、冬は紺。 セーラーカラーと袖口には白い三本線が入っており、スカートは紺色の前膝である。胸元のリボンの形が特徴的である。これは交渉ともなっている鳩をかたどったもので、新入生にネクタイの結び方を上級生が教えるのも伝統になっている。1学年、中学校は6クラス、高校は8クラスで、高校1.2年は、 中学からの入学生と高校からの入学生と別クラス編成である。5教科に増加時間を確保し、特に英語、数学の授業時間数を多くしている。先取りした学習を行い、中学3年生の2学期に高校分野に進む。小テストを小刻みに実施し、練習問題の量を多くし、熟し、習熟度を確認しながら基礎力を定着させている。 基礎学力の充実だけでなく、思考力、表現力を養う。礼法、マナーは、社会に出て必須であり、場にふさわしいマナーを身につけた品位ある女性に、成長してほしいとの願いから、小笠原流の礼法、マナーに関する講義と、和室と洋室での立ち振る舞いの指導を行っている。高校2年で死亡により、文系、理系に分かれる。高校2年時の編成は、 中学入学生、文系2クラス、理系4クラス、高校入学である。高校3年で、文系11クラス、文系22クラス、理系5クラスの志望校別コースに分かれる。通り祭といい、毎年文化の日前後に行われる。これは、通り言わざれどもしたおのずから経をなす、式、李将軍、三の孤字生後による。来場者は、毎年一万数千人を誇る。 部活は全員参加し、毎日1時間の活動に集中し充実させ、創意と工夫により過ごす。文芸部、整形部、地歴部、数学部、生物部、科学部、天文部、英語劇部、高校英会話部、美術部、漫画イラスト部、書道部、コーラス部、ギター部、マンドリン部、吹奏楽部、ピアノ部、軽音楽部、弦楽合奏部、洋裁部、 手芸部、活法部、演劇部、新聞部、手残部、放送部、映画部、写真部、囲碁部,部、将棋部、コンピュータ部、英文タイプ部、稼働部、作動部、琴部、霊法部、百人一首部。2018年度から2022年度までの5年間、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクールに指定されている。研究開発課題は、 科学的思考力で人類が抱える問題解決に貢献できる女性の育成で教科の枠を超えた課題を探求するアカデミックデーやものづくりプロジェクトグローバルな視点を育む海外研修や模擬国連活動などを行っている。中学入試においては2月2日、2月3日、2月4日の3回実施している。 募集人員は、それぞれ160名、40名、40名で、国語、算数、理科、社会の4強化である。2021年度までは、高校募集も行っているが、2022年度から、高校募集停止予定である。2020年度の大学合格者数は、東京大学が29名、早稲田大学が146名、慶応義塾大学が109名、 上智大学が73名などである。2020年度の系統別大学合格状況は、理学、工学、経済学、経営学、小学、医学、法学、人文科学、薬学、語学、国際関係学、社会学、農学、獣医学、私学、教育学。豊島岡女子学園は、鉄緑会の指定校で、 女子子三や以外の唯一の女子校となっている文化勲章授与式前列中央が二期建造。ありがとうございます。